どうも、トムです。本日は新しいレンズを購入したので、それのレビューをしてみたいと思います。まずですね、今回新しく購入したラオアというメーカーの 10mmF2.0 C&D ドリーマーマイクロフォーサーズ用のレンズを購入しました。ラオアというメーカーなんですけれども、中国のレンズメーカーでして、ちょっとインターネットで調べてみますと日本ではラオアの日本正規輸入総代理店は株式会社サイトロンジャパン。今回買ったのは、ラオアの 10mmF2.0。書いてる言葉がちょっと違いますけれども、ゼロディストーションマイクロフォーサーズ用のレンズです。ちなみにですね、ラオアというメーカーなんですけれども、マイクロフォーサーズの PDF 版のレンズの合同カタログがあるんですけれども、それを見ますと、マイクロフォーサーズに賛同しているメーカーが、表紙にいろいろ載ってるんですけれども、オリンパスやパナソニック、シグマ、コシナ、健康的なタムロン、コーアとかボーグとかもありますね。DJI、その中で、ラオア、ここに出てきますね。ラオア、カタログに載るぐらい、ちょっとしっかりしたメーカーですと、そういうことだと思います。それで、レンズの、共同カタログを見ていきますと、コーアとか、コシナのオクトレンダーとかですね、その辺と並んで一緒に、ラオアのレンズも載ってます。今回の 10mmF2.0 っていうのはちょっと新しすぎてまだ載ってないみたいですけれども、ちゃんとした会社っていうことですね。で、今回ですね、私が、なんでこの 10mmF2.0 を、買おうかと思ったかというとですね、マイクロフォーサーズは超広角レンズが、あまり充実してないといいますか、超広角の単焦点レンズを買おうと思うと、オリンパスの 12mm の単焦点、35mm 換算で 24mm の単焦点レンズよりも広角側のレンズとなると、もうホクトレンダーの、ノクトン 10.5mm、 結構お高いレンズですよね。10万円ぐらいするこのホクトレンダーの10.5mm か、コーアプロミナー 8.5mm F2.8、この辺になってくると思うんです。で、それ以外だと魚眼レンズを除いて、それ以外で超広角レンズを買おうと思うと、もうラオアのレンズ一択になってくるんですね。それで 7.5mm の F2 をもうこれを買おうかと思って、ほぼ決めたというところで、今回の10mmF2.0 というレンズが、2021年の1月29日に、日本では1月29日に発売されるということを、知りまして、このレンズをちょっと思わず買ってしまいました。ちょっと特徴を述べてみますと、書いてある通りですね、とても小型軽量、125mm、レンズが 125mm ですと。ここで 0D と 0 ディストーションと歌ってるだけあって、歪みが少ないレンズですと。F2、開放 F2 という、明るい絞りですと。で、今回はラオアのレンズは今まで電子接点ついてなかったんですけれども、電子接点がつくようになりました。なのでカメラ側で絞りを反映させることができるようです。フォーカスに関してはマニュアルフォーカスなんですけれどもね。で、最短12センチ、近くまで寄れますよということですね。
近くまで寄れるので背景のボケが楽しめますと。で、絞り羽がですね、5枚なんですよね。なので、ちょっと絞り込むと、方向が出る、10方向。奇数枚の場合は2倍になるので、10方向の美しい攻防が生成されますと書いてます。結構ね、ここですね、私が今回このレンズを、まあ、思わず買おうと思ったのは、この攻防が、まあ、少なくて、まあ、ほどほどに綺麗な攻防が、これですね、攻防が綺麗に映ってるので、まあ、目を引くので、まあ、夜の撮影も多いっていうのもあるんですけれども、まあ、それでこのレンズをちょっと買ってみようかなという気持ちになりました。まあ、結構ね、やっぱりサンプル画像は非常に、まあ、綺麗ですし、確かに歪みもなくですね、このレンズはですね、まあ、結構シャープにまっすぐ歪みの少ないレンズになってます。で、実際は、まあ、これサンプル画像なので、まあ、自分で撮って、いろいろ撮影してみて、実際に撮影した画像を皆さんにお伝えしていこうと思います。まあ、それでは早速ですけど、箱を開けて開封していきたいと思います。取扱説明書。軽い。ああ、軽いですね。まあ、レンズはこんな感じです。フォーカスもいい感じに撮る感がありますね。まあ、キャップはちょっと持ちづらいですね、キャップは。レンズの表面はこんな感じです。あ、レンズカバーはしっかりとロックがかかるようになってますね。わかります？カチッとロックがかかります。で、一番上に来るようになってます。レンズのラオワとラオワが、まあ、同じ位置に来てますね。いいですね。これがちょっと持ちづらいですね。このラオワのレンズキャップが。マイクロフォーサーズ。マイクロフォーサーズ。電子接点がついてます。電子接点付きです。ちょっと楽しみですね。もしかしたらドローンやジンバルに乗せる方がおられるかもしれませんので、ちょっと重さを測ってみましょう。148g、125g と、まあ、書かれてますけれども、キャップとか込みだと148g でした。まあ、こういうのを全て外して撮影できる状態にして置いてみますと、134g ありますね。134g。レンズフードをつけた状態で、見えるのかな ?132 とか3とかですね。133g ですね。まあ、このレンズフードを外せば、125g。はい。言われた通り、ホームページに書いてある通りですね。レンズフードを先につけて、キャップをつける必要があるんですね。これちょっと使いづらいですね、このキャップが。ちょっとなくしてしまいそうですけど。では、実際にカメラにつけてみましょう。わかりますか？ルミックスの G シリーズだとこんな感じですね。ピントどこかな？ここかな？ルミックスの G シリーズです。オリンパスペンにもつけてみましょうかね。オリンパスペンだと、ちょっと古いオリンパスペンなんですけれども、こんな感じです。どうですかね。軽いですね。ジンバルに乗せても全然問題ないんじゃないですかね。で、この比較するのにですね、このオリンパスの12ミリのレンズ、
換算で 24mm のレンズなんですけれども、これがだいたい Amazon で5万3000円ぐらい、5万4000円ぐらいで売ってます。これオートフォーカス効きます、もちろん純正レンズなんで。で 12mm の F2.0、 それからこちらが今回購入したラオアの 10mmF2.0、 こちらはオートフォーカス効きませんけどマニュアルレンズです。で、多分これとこれのこの2種類のレンズで、まあ、比較される方が、まあ、多いんではないかと思うんですけれども、持った感じはラオアの方が軽い感じですね。もう一回ちょっと測定してみましょうかね。一応何もつけない状態で 130g、 まあほぼ変わらないです。で、レンズの径がですね 46mm なんです。こちらもですね、レンズの径が 46mm、 まあ同じ 46mm の、径です。なのでこういったフィルターがですね、今まで使ってたプロソフトン、ソフトフィルター、まあ同じフィルターが使えるので、まあ、これちょっと便利なんじゃないかと思って、まあ、どちらでも共通に使えるので、まあ、このレンズを購入した理由の、まあ、一つですね。まあ、では、実際に今から撮影に行ってみたいと思います。それではですね、写真を撮影してきましたので、まあ、実際の写真を順番に見ていきたいと思います。まず1枚目がですね、ラオアのレンズで撮影した写真です。ちょっと歪みを見るために、格子状の窓や階段を写してみました。ディストーション、まあ、ゼロではないですよね。中心に行くほど内側に、歪んでいる感じで、まあ、歪曲収差、ディストーション、糸巻き型のディストーションですね。まあ、若干内側に歪んでる感じがします。ちなみに比較のためにオリンパスのレンズで撮影した画像もあります。オリンパスのレンズは、まあ、もちろん画角は違うんですけれども、どちらかというと、まあ、中心に行くほど外側に、まあ、歪みが出ていると。歪曲収差、ディストーションだと樽型ですね、樽型になってます。まあ、どちらがいいとかどちらが悪いとか、まあ、そういう優劣をつけてるわけではないんですけれども、まあそんな感じで歪みが見られますと。まあ、この辺はですね、後処理で、歪みを修正することもできますので、まあまあこんな感じでしたということですね。結構綺麗に写ってますよね。はい、以上です。続きまして、まあ、F2 の明るさを、まあ、生かしてですね、星空を撮影してみました。全体的に周辺原稿が見られますね。それから四隅をちょっと拡大してみると、まあ、若干ですが、これ飛天収差っていうんですかね、収差が見られます。ちょっとこの辺なんかも流れた感じがしてますけど、まあ、これは星の見かけ上の動きが、この辺がまあ早いと言いますか、動きが大きいから流れるように見えるんではないかと思ってます。まあ、全体的に結構個人的にはもう十分映ってるなという印象です。ちなみにソフトフィルターなんかを使いますので、まあちょっとしたなんて言いますか、収差とかは目立たなくなってくると思うんです。で、周辺原稿はありますけど、フロントにソフトフィルターをつけても、まあ、蹴られることはなかったですね。一応蹴られ気味ですけれども、蹴られることはなかったです。はい、これソフトフィルターの画像です。ラオアのレンズのソフトフィルターを装着した画像です。今後ですね、星空撮影に行ったらですね、ラオアのレンズで開放 F2 で、星空写真を撮影して、
使っていこうと思ってます。次はですね、背景ボケのお話です。マニュアルフォーカスレンズなので、ピントを思いっきり外して、ボケの状況を作ってみました。画像の中心部は、ほぼ円形ボケですね。ほぼ円形ボケになりますが、画像の隅の方に行くにつれて円形が少し歪んだ形になってきます。右側も左側も、同じように左右対称にボケの感じは円形から少しずつ形が歪んで、台形といいますか、形が崩れてきていますね。はい。近接撮影、一番寄れるだけ寄ったわけではないんですけれども、だいぶ近くまで寄って、ピントの合ったところは非常にシャープに映して、開放 F2.0 で撮影したので、背景のボケが得られますと。で、先ほど言った通りですね、画像の中心部分はほぼ円形状のボケになるんですが、端の方に行くとボケの形が徐々に崩れてきて、歪んだ形のボケになるようです。このレンズは、こういった感じのボケになるんだということですね。最後に、工場ですね、工房の状況を見ていきたいと思います。順番にこの最初の画像は開放の F2.0、 次の画像が F2.8、 2.8 まで絞るとここに強い光源があるんですけれども、工房は見られてきます。続きまして、これ F4.5 ですね。4.5 まで絞ると、もうかなりはっきりと、工房を見ることができます。続きまして、この F5.6。5.6 まで絞るとですね、もうだいぶ、工房だらけになりますね。光源が工房だらけになってしまいます。それで、明るい光源があるので、若干こう、尾を引くような感じで、コマ周差が見られます。もしかしたら ND フィルターを使うと、この辺は改善されるのかもしれませんが、こういった感じの写りになるということです。もう一回見ていきますけど、F2.0。F2.8。F4.5、 F5.6、 結構この辺の柵もですね、綺麗に写ってますよね。いい感じだと思います。比較のためにオリンパスの 12mmF2.0 の写真です。これが開放 F2.0、F2.8、 F4.5、 F5.6、 F5.6 まで絞ってもあまりこう綺麗な工房というか工場といいますか、そういうのは見られないんですね。で、ラウアと同じように、この辺にコマ周差が見られます。フレアと言った方がいいんですかね、はい、画角もですね、だいぶ違いますよね。これがラウアの 10mm、 こちらがオリンパスの 12mm、 10mm、 12mm、10mm、 12mm、 2mm の差ですけど、だいぶ画角に違いを感じますね。
はい、まあ、こういった感じになりました。